はい、こんばんは。サーバージュール天将軍でプレイしています、ハルポンです。今回もですね、シーズン8挙兵討伐で使用していた、軍級のね、編成内容、使用感、戦歴を紹介していきたいと思います。はい。で、爆発力のある軍級って書いてあるんですけど、はい、この編成はですね、まあ超運混じってますけど、シーズン8ではね、超運をね、軍に変えれますよね。はい、その軍に変えれる宝物を使って、まあ、軍に変えて、SP 炎症両霊域超運でね、軍級組んだって感じですね。はい。まあ、爆発力だけはね、あったんで、まあ、紹介していこうかなっていう感じです。はい、じゃ早速ね、編成内容の方を話していきます。はい、編成内容なんですけど、主将に SP 炎症、副将に両霊域で、超運といった弓編成ですね。で、 SP 炎症の戦法は白馬義獣で混迷乱状と。で、兵法書は、臨敵不乱、4ターン目にね、友軍の状態異常を回復するやつですね。で、兵法書で即戦霊軍という形ですね。はい。で、旅霊機の戦法は落砲で戦軍一掃で、兵法書は高祖不備で希望妙算といった形ですね。はい。で、長の戦法はここちょっと変わってるんですけど、警告形状入れてます。で、防政攻略で、兵法書は赤兵で、主政防備といった形ですね。はい。まあ、この編成で、やっていきました。はい。じゃあね、コンセプトの方を話していきたいと思います。はい。この編成のコンセプトはですね、制御ばらまき速攻編成という形で、先ほど戦法を紹介した時に、相手を、ね、制御状態にする戦法がめちゃくちゃ入ってたかなと思います。はい。まあ、一つ紹介していくんですけど、まず、SP 炎症はですね、相手のステータスを下げます。混迷乱状ですね。それで SP 炎症自身の、速度を上げたりね、知力を上げたりすると。はい。で、SP 炎症の固有自体が、相手をね、封印させるじゃないですか。それでまずね、封印して通常攻撃を抑えていくと。はい。で、3つ目、旅霊機の最新プラス強行付与という形で、旅霊機に、落砲をつけてました。それで、相手を最新状態にして、で、戦軍一掃でね、 SP 炎症で封印にさせて、落砲で最新状態にさせて、相手を、戦軍一掃で強行状態にしていくっていう形ですね。はい。この流れが、まあ、一つあります。で、最後超運なんですけど、超運は、警告形状を入れているので、相手をね、混乱状態にしてくれると。で、防政攻略も入れているので、しっかり強行もね、付与していくと。で、超運に限っては、常ね、洞察状態なので、安定して、警告形状と強行が、強行じゃなくて、まあ、防政攻略がね、発動できるということで、はい、そこが、まあ、強みになってます。はい。で、SP 炎症にね、白馬義獣つけてるんで、もちろん全員速攻ですし、で、アクティブ戦法のね、発動率も上がるんで、SP 炎症の混迷乱状、旅霊機の、固有で、落砲、戦軍一掃で、超運の警告形状、防政攻略、マス、全部の戦法の発動率が上がると。はい。まあ、発動率上げて速攻で相手をね、制御していくっていう形ですね。はい。これが、まあ、この舞台のコンセプトです。はい。ただね、回復が入ってないので、回復はね、もう超運の兵法書の赤兵ぐらいしか回復要素ないんで、はい、本当にね、回復できないのが、まあ、辛いんですけど、しっかり決まればね、爆発力あるという形になってます。はい。じゃあ、実際にね、戦歴の方、見せていきたいと思います。はい。戦歴はこんな感じです。まあ、直近ね、8つの戦歴持ってきました。で、左上が古神球ですね。ほぼ真っ赤の古神球。はい。で、右上が軍球で、左下がヤリクソンですね。はい。で、右下が武法人っていう形ですね。はい。まあ、戦歴見たら分かるんですけど、相手をね、結構壊滅はさせてるんですけど、こちらもね、被害が多いと。左上は、まあ、
19000ぐらいは残ってるんですけど、右上のね群球なんてもうほとんど同じ兵力なんじゃないかっていうぐらいまで、激戦してますね。はい、まあ、ここがね、爆発力はあるんですけどちょっと回復できないというところでね、はい、厳しいところになります。はい、でもね、こういった編成にも、しっかり勝てるので、まあ、強いっちゃ強いっていう感じですね。はい、じゃあ次の戦歴見せていきます。はい、次の戦歴です。またね左上と左下古神球なんですけど、右上はね、真っ赤なギタテですね。宗神、天員、巨匠といったねちょっと珍しいギタテなんですけど、反撃的なギタテですかね。はい、で右下食草ですね。勘銀兵、張飛、義円といった、はい、あの右下の戦歴はですねすごいことに、兵力9000で相手2万8000をねぶちのめしてます。これは本当にねあのめちゃくちゃ戦法が決まってました。はい、相手にほとんどなんか何もさせず勝ってましたね。はい、すごい戦歴です。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと個人気多めですけど直近なんで、はい、まあメジャーな、ね、編成にも勝てますししっかり強いというところで、はい、ちょっと紹介してます。じゃあ最後ね、使用感の方を話して終わりにしたいと思います。はい、使用感の方を話していきます。先ほどもねちょくちょく言ってましたけど、爆発力はこの編成あるんですよ。なんですけどやっぱり回復がないので、安定はしない、まあ、回復ないのと火ダメ減少してくれる、まあ、残飛とかね、流行りの投降兵とかそういった、まあ、火ダメを抑えてくれるものがないので、まあ、安定しないですと。はい、なんですけど、旅霊機使いたい人にはおすすめの編成ですね。はい、旅霊機って結構、ステータスあの攻撃力が高いんですけど、知力とかね、統率とか低いんでちょっと使いづらいとこあるんですけど、まあ、この編成だったらね旅霊機しっかり活かせるかなと思います。で3つ目に連戦不可能って書いてあるんですけど、はい、回復と火ダメ減ないので本当に連戦はできないです。ただ一発ぶちのめしたい相手がいるんだったら、そいつにね当てればしっかりこちらも削られますけど勝ってくれます。はい、で4つ目はね、まあ、旅霊機のステータスがもっと高ければもっともっと強いかなっていう感じですね。はい、これはもうしょうがないんですけど、はい、ちょっとなんか残念というか願望、旅霊機のステータスが高ければなっていう願望ですね。はい、まあ、こんな感じの、編成になってます。もしねよければ、まあ、来期ってあの超運を軍に変えるとかっていう宝物があるかどうか分かんないですけど、もしねあればぜひ、使ってみてください。はい、旅霊機真っ赤な人とかもしかしたら自分みたいにね真っ赤な人いるかもしれないんで使いたければおすすめです。はい、爆発力はあります。でちょっと珍しい警告形状っていうのもね使えるんで、はい、ではまあこんな感じで、終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。